うん、おいしい。筋肉痛かな。筋肉痛はなってないですね。そういえばもうこのリハーサル期間でずっと体を動かしてたから筋肉痛にはなってないです。フロム良かったよな、じいじさん。あ、ありがとう、嬉しい。フロム、はるか全然予想してなくて、自分のセンター曲プロムって。そう、大人の方が決めてくださいました。何弁当、味方町、なんやろこれ。なんか知らずに取ったローストビーフだって。ローストビーフ重って書いてます。確かにプルムは予想外。やっぱり意外やったって。ヤブちゃんも自分で選んだんじゃないんだ。フレンドちゃん、みんな自分で選んでません。今回はもう昼も夜も大人の方が全部決めてって感じです。なんかメンバーは本当に今回は誰も携わらずに瀬取り決まったって感じかな。プロムめっちゃ似合ってた彼女。嬉しい。プロムってなってフリブリのさやかさんのセンター見た時にこんなかっこよくできひんと思ってやばいって思ったけど、みんなが良かったって言ってくれたからもうこれだけで十分です。個人的にウィッチワンめっちゃ良かったよ。ゆいかさん、ありがとう、嬉しい。ウィッチワンはね、まさか自分がウィッチワン歌える時が来るなんて思ってなかったからびっくりでした。嬉しかった。表面張力めっちゃ良すぎた。あー嬉しい。表面張力はね表面張力ね、みんな見たいって言ってくれてたからあれやってんけど、はるかもまあやってみたかったんですけど、あのなんせ表面張力ユニットって決まったのが、決まったのっていうか伝えられたのが投資リハの前日でもう本番の何日間前ぐらいにしか伝えられへんっていうか決まらなくて、もう正直そんな日数ではるか完成できやんって思ってめっちゃちょっと正直泣きましたいやめっちゃ嬉しかったんですよ。めちゃめちゃ嬉しかったんけど、もう不安しかなくて、特にメンバーがダンサブルのお二人がいたりとかで、そうもうねちょっと泣いちゃいましたまあでも踊ってみたら、覚えたら結構すぐ覚えれて得意な曲でしたね。意外と見た感じなんか覚えれなさそうと思ったけど全然いけた。だから安心して本番を迎えることができました。誰かに教えてもらったりとかしたの、モチーさん。いや、はるかはね振り起こしを自分でしないと覚えれないタイプで、もう誰にも聞かずに、あ、でもゆうみさんが振り合わせはしてくださいました。でもね、一旦自分で振り起こさないとなんか焦っちゃって逆に覚えれへんタイプやからあんまりですね。
ダンサブルの2人にも全く負けてなかったよ。藤井うさぎさん優しい、ありがとう。はるちゃん最近どんどん成長して魅力的になってきた。ひでさんほんま嬉しい、嬉しいですね。表面張力は誰のポジションでした？クラックさん、誰なんだろう。 NMB の B2 公演だとジョーさんのポジションでしたね。ジョーさんのポジション、ゆうちゃん推しだけどはるちゃんのパフォーマンス一番こ、嘘びっくり、嘘やろ。そんなお世辞でも嬉しいです昼と夜って髪型変えた、まこっちさん変えました。昼は高めハーフアップして、夜はもう全部くくってサイドポニーした。なんかお昼はそれこそユニットがかっこいい系とかわいい系どっちもあったから、どっちもいけるような髪型がいいなと思ってハーフアップにした。11周年は全体的にはるかしのダンスパフォーマンスがめっちゃ光ってたと感じました。ワッキーさん、嬉しい、ありがとう。ツイートにも書いてくれてたよね。見ました、みんなのツイート見てめっちゃ嬉しかった昨日。昼公演の最初の衣装以前は白じゃなかった。よしきさん、ん？昼公演の衣装なんやろう、どれでしたっけ、どれだったっけいっぱい衣装着すぎてどれがどの時に着てた衣装か忘れちゃった。昨日はスタバで春活もできたし、あ、見た、何人かで集まってくださってスタンド席やったけど、春ちゃんはパフォーマンスで見つけた。パパ泣きさん、ありがとうございます。嬉しい、そう言ってもらえると。お疲れ様です。しげさん、ありがとうございます。なんでプロムにしたん、お母ちゃんさん。あのね、瀬取りは全部決めてくださってます、大人の方が。みんなセンター曲自分で選んでないです多分大人の方がのイメージなのかな、誰も選んでないと思う。いつもアンジビー着てるのでさえさま衣装が似合ってましたね。マカボンさん、ありがとう。ちなみに今日もアンジビーでもクインテットのそのあれ、あの曲ウィチワンの衣装、本当はなんか予定ではユーリさんの衣装やったんですけど、あの着てみた時にイメージがそっちじゃないって衣装さんが言ってくださって変わった。3公演でいろんなはるちゃんが見れて嬉しかった。ほんま嬉しい。それがね一番なんかファンの皆さんには本当にいろんなはるかを見てほしいってずっと言ってるから、そう言ってもらえると嬉しい。
でもあれですよ、そういえばプロムのイントロの踊りは自分で考えたんですよ。ソロダンス、オリジナルのダンスはペア振りなんですけど、なんか今回はセンターで、センター一人やからってことで自分で考えました。あの踊り、ちょっとバレエ要素入れてっていうあの大人の方からの要望があったのでそれを踏まえて自分で考えた。あとマストビーナウの前に一人ずつなんか踊ってくやつあったじゃないですか、あれも自分で考えたんですよ、キックからのやつ。もうなんかソロダンスとかやったことなかったから振り付けとかどうしようって感じやってんけど、なんとかいけた、うん、マストビーナウ前はもう自分で考えて、めっちゃ最初どうしようってなったけど、とりあえずかっこよかった。なみちゃん嬉しい、みんなかっこよかったって書いてくれてありがとうございます。すごい配信でもう一度見てみます。ひろとさんぜひそれを踏まえてもう一回見てみてください。ちなみにマストビーナウのそのソロダンスはキックのやつはドントルックバックのサビの踊りの一部分を取って、まあこのステップはまあダンスっぽいなと思って入れたのと、あとその次のなんかこう肩こうやるやつみたいなのはカモネギのサビから取ってって感じで作ってみました。自分の好きな振り入れたデバン多かったよね、としやんさん。いや本当にありがたかったです。アーカイブ何回も見る。ライライテさん嬉しい。はるかもいっぱい見てますよ昨日から。昨日めっちゃ夜更かししちゃった。見応えがあった。大ちゃんそう言ってもらえて嬉しいね。なんかなかなか言ったら今回の周年ライブでは今回が初めて選抜としての周年ライブやったから、なんかねそこも踏まえて、まあ、ユニットもたくさん出させていただいてファンの皆さんにいっぱい見つけてもらえたかなって。トロッコにもね乗って分かんなかった言葉が出ませんでした。でもめっちゃ楽しかったです。あっという間やった、あっという間やったけど終わってからの疲労感は半端なかった。さすがにあれでした、体力のないはるかにしてはちょっとやばかったです。トロッコに乗った感想はホリーさん、いやもうマジで初トロッコやってんけど、あのファンの皆さん、スタンドのねファンの方々の顔もしっかり見えたし、上の方まで見えてめっちゃ嬉しかった。近くに感じれました。昨日のライブお疲れ様、おしちゃん素敵でした。とくちゃんありがとう、ブログにもいっぱい書いてくれてありがとうございます。トロッコほんまにめちゃくちゃ湧いた。ゆりりんさんあー嬉しい、はるかも嬉しかった。なんか夢の一つ、目標というか夢の一つでもあったんですよね、ああいうトロッコ乗りたいなーってずっと思ってたから。スタンド奥まで手振ってくれて優しすぎた、かなた。いやもうほんまにもうなんならもうオレンジペンライト、もうはるちゃん推しの方はみんなもうね目を合わせたかったんですけど、目合いました。はるかは会ったつもりでいるんですけど
全力で上までねしっかり見たんですけどね。トロッコって怖くなかった、ノリスケさん。あ、でもなんか曲がる時とかは若干こうガタガタするからおーってなったけど、めっちゃ楽しかった。あっという間やった。でもステージからステージに着くまで、うん、みんなあったって書いてくれて、あったよな。はるかもあったと思ってますよ、みんなと目。ごちそうさまでした。これラベル映ったらやばいかな。ちょっと隠しながら。ちなみに、ででマストビーナウはミルキーさんポジションでした。嬉しかった。2番手ですよ、2番手。自分が NMB の中でもう、まあ、シングルの中で一番好きと言っても過言ではない曲で、2番手で踊らせていただけたのすごい嬉しかったです。衣装もミルキーさんの衣装やった。また写真撮ったんでまた載せるね。はるちゃんが一番輝いてた。いぐっちさん嬉しい。ありがとう。思った2番手、そう、ほんまに嬉しかったけど、なんかでも逆にすごい緊張はした。やらなっていう。ちゃんとやらなっていうね。だってだってだってのポジションも良かったよな。あ、そう、気づいてくれた。今回ねどっちもジポジじゃなかったんですよ。昼夜、昼はさえさんポジ、それこそさえさん、昼、お昼の部はだってだってだってさえさんポジで、夜はカレンタンとシンシンがダブルセンターで3番手のミルさんポジでさせていただきました。だからなんかだってだってだってで初選抜やった6期生の3人が 1,2,3 番手やって、なんかちょっと自分たちからしてもちょっとなんかエモかった。なんか嬉しかったです。写真待ってる、待ってて、待っててください。マスビーの衣装で出てきた時はいたよ。おま、すぐわかった。あれさ、結構暗かったじゃないですか、ソロダンスみたいなのしてる時。みんなわかった？はるかって。エモすぎるやんな。本当に嬉しかったです。それをなんか考えてくださったんかなとか思って、嬉しかったね。でもね、昨日ね、さすがに今日公演やと思って全部は見れてないんですよ。しっかり全部は見れてないから、ちょっとまた明日はオフなので見ました。シルエットだけでも分かるよ。すごっ。だってはるかと同じ髪型のメンバーいましたよ。それでもすごい嬉しい。ね、気づいてくれてる方多い。すごい、さすが。もうそれはもうはるか信者です。はるちゃん信者です。それはゆっくり休んでね。ありがとう。明日は
めちゃめちゃ寝たいと思いますまあでも今日もそんな早くはなかったんよ、今日もそんな早くはなかったんですけどね。踊り方とか姿勢で分かる、すごすごすぎん、足の形、そんなとこ、はるちゃんしか見てないよ、嬉しすぎる、キュン。夢逃げもまたまた震えたよね、ライチちゃん。あ、夢逃げね、夢逃げはジポジでしたね、懐かしかった。2日間楽しい時間だった、今から家に帰る。ハッシーさんありがとう、気をつけて帰ってください。ちなみに今は昨日のライブでなんか差し入れでもらったチョコ食べてます。夢逃げ3番手やった、なーちゃさん。ジポジは6番手です。6なんだよね、実は最後がね3番手に上がってたから、それのイメージが強いんですけど。目メイクかわいい、大悟さん、嬉しい、ありがとう。昨日よりかは濃くない。昨日はねライブ用だったのでめっちゃ濃かったんやけど、でも今日も普段よりかは濃くしてる。でもね全然公演終わって何もしてない、メイク直ししてない、大丈夫かな。うん、はるちゃんの配信見てたら一駅通り過ぎてた、気をつけて帰ります。裏っち、危ない気をつけて、めっちゃ見えてたよ、うちゃまるのやつ、いつもの。嬉しかった、スーツ似合ってましたよ。空砲久々行きたい、来てー空砲来てー。あ、ちなみに今日は公園では珍しく巻き下ろしにしたんよ。どう？どうでした？ちょっと躍動感いつもよりあった？なんかね、昨日ほんまに昼夜どっちも髪の毛くくってちょっとビシッとしてたから、ちょっと今日は公園でも、公園やけどちょっとあの髪の毛をいたわろうかちょっと巻き下ろしにしてみました、してみましたって喋れてないもん。あ、みんな可愛いって書いてくれてありがとう。そう、珍しいんよ、公園ではあんまり下ろしたことないな。あ、でもあれですね、まあ研究生の時の固定ヘアはストレート下ろしやったけどな。ブログのコメントでライブの感想書きたいけど語彙力なくてまとまらんから、またまとまったら書くわ。たけそう、 ありがとう、嬉しい。そんな色々書いてくれようとしてるの、ありがとう。切ったのもいい方向に効果出た。おま？いい。そう、メイクさんからも、え、なんか髪の毛短くなったって言われました。なんかこれぐらいちょうどいいんかな、あんま長すぎてもって感じなんかなとか思ったりこの話こないだしたっけ、そういえばなんかこないだもした気がするな。文章力ないのでお話し会、え、お話し会ほんまにしたいよ、喋りたい、みんなと。いつになるんやろ。
表面張力難しかった。ソルトさん意外といけました。なんか得意分野のフリーだったかも。はるかがはるかが今回のライブでめちゃめちゃ苦戦したのは、最後まで苦戦したのは野蛮なソフトクリームです。本当に覚えられへんくて、あれマジで、あの前日のリハーサルでやっと踊れるようになったんよ。もうほんまに難しくて全然踊れへんくて、本番はいけましたよちゃんと。意外といつもな意外なとこ来るんですよね、はるか。めっちゃ難かった。もはやあの覚えれる覚えれへんで言ったらマストビーナウより難かった。技術面ではマストビーナウが一番やっぱむずいけど、本当にも覚えられなかったです。はるちゃん意外な曲苦手よね。そうやねん、ほんまに。でも今回でやっと届かなそうで届くものを踊れるようになった。やっと、今まで踊れへんかった、ほんまに。これも苦手分野やったんや。はあ、そうね。青春系じゃなかったわらね。でも逆に青春系かも。だって歌詞が学生っぽくない？試験中だからねとかさ、なんか遊園地に行けないけどみたいなね。学生だからもはや青春かもしれん。本当にね苦手なんですよね、そういう踊り。うん、それをしんちゃんに言ったらめっちゃ笑ってた。なんでって普通逆やでって。そう苦手なんですよね。当日に強い人、どうなんやろう、どうなんですか。でも最近やっとそんな、なんかこうあの緊張で間違えるとかなくなってきた。なんか喋りとかも落ち着いて喋れるようになったし、なんとか。そう、青春系が苦手とは、綿谷さん。いやーほんまに青春系のね歌詞みたいな歌みたいなの苦手ないよ。今はいけるけど虹の作り方とかも苦手分野やったし。そう、難かった。いろんなことを経験してるからかな。いやほんまにそれやと思います。いい経験をねたくさんさせていただけて、とにかくでも楽しかった。アオラも苦手だったんだっけ。うん、そう、もうねラップタイム未だに苦手かもしれない。ラップタイムこそ、それこそ6期生のオーディション曲だったんですよ、最終の。それぐらいから踊ってんのに難かったですね。いまだにむずい。踊ってるけど、踊れてるんだけどむずいよ。なんか毎回ちゃんと振り V 見てちゃんと予習していってる。むずいです。でもみんな言ってるかも、ポジションがむずいんですよね、ラップタイムって。移動が多いだから意外と難しいです。じゃあチョコも食べ終わったってことで、そろそろ終わりたいと思います。ご飯食べたのになんかお腹空いてるな。やばい、やばい光景。
傾向や、後傾じゃないじゃあ行きます、ランキング読みます。行きます。13位シムさん、ありがとうございます。12位ユリリンさん、ありがとうございます。11位ハッシーさん、ありがとうございます。10位フレンドちゃん、ありがとうございます。9位ダイちゃん、ありがとうございます。8位イグチさん、ありがとうございます。7位フーニャさん、ありがとうございます。6位セピア、ありがとうございます。5位ヒロゾウさん、ありがとうございます。4位モンブラン、ありがとうございます。3位ムラッチ、ありがとうございます。2位タクーボンさん、ありがとうございます。そして1位がヨシキさんです。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ではみんなは明日もお仕事ですかね。明日って何曜日？明日、今日って何曜日なん？曜日感覚がなさすぎてやばい。ちょっとね、まだまだライブのこと喋りたい気持ちもあるんですけど、またお家でゆっくりしますね。その配信は明日金曜日か、はるかの好きな曜日じゃないですか。ちょっと待って、はるかの好きな曜日やん明日。それはそれは、じゃあみんなは明日もお仕事や学校の方が多いかな。はるちゃんはオフなので寝ます。寝ます。みんな好き？みんな好きか。じゃあはるかはみんなにとって金曜日みたいな存在になりたいと思います。ちょっと意味わからん。みんなにね、好かれるような存在になりたいってことですね。金曜日みたいな存在とはってない。とにかく今日はゆっくり寝ます。ちょっと充電がなくなりそう。ちょっと間に合えばあのライブのこと書きますね、ブログ。ちょっとまだ書けてなくて、から間に合えば書きます。で間に合わなかったらちょっと違う内容かもしれない。書くのは書きます、出すのは出すんで。書けへんかったらまた明日書きますね、ごめんね。それでは本当に今日もありがとうございました。みんなもゆっくり寝てね。ありがとうございます。おやすみなさーい。